皆さんこんにちは。マチラン編集長のしおぽんです。毎週土曜日の日替わりラジオは井上一郎さんと山田玲子さんの3人でお届けします。井上さん、山田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。先週は先晴れモードについて結構熱く話し合いましたけれどもはいはい、その後どうですかね。いや、宿題のようなもんなので、やってみましたよ。はいはい、ちょっともう花から、はい、リゼロです。リゼロの方で、山田さんがそんだけ言うならばちょっと腰を据えて先晴れっていうものをちょっとじゃあ体感してみようと思ってね。はい、で流れ的にどう話したいのかな。だから結果ね、先晴れが起きたのは、はい、数字だけ言うと、はい、投資3万で1回。なるほど。3万円で1回。3万で1回。言わなかったね。はい、台は、2台。1台は1万円使って先晴れモードで打ってて、演出も全然あんま起きず、はい、当然先晴れも起きずみたいな感じで打ってて、で何も起きなくて一回大移動かなと思って移動して、で、はい、次の台は入れ、お金入れて、で、はい、500円玉こう借りて、で一回カード出して、喫煙室にタバコ吸いに行ったんですよ。はい、で戻ってきて、で先晴れに、先晴れにしなきゃと思うけど、あれ機械の特性上、俺よくわかんないんだけど、はい、回ってる時にピコピコピコって押さないと、光とか音の調整になっちゃうじゃん。だから、いきなり、一発目の回転から先晴れにするやり方、俺よくわかってなかったのね。はいはい。あるんですけど、それは。あるけど、そう、あるけど、いまいち俺わかってないから、大概いつも回して一回転目の、はい、要するに、回転してる時に先晴れに変えるの。だから、一個目は先晴れじゃないっていう状態。はい、そうですね、はい、うん、でそれで打ってて、パチランでは有名な、いきなり金保留になりましてですね、ドロイチってやつを起こしてしまったわけですよ。おお、はいはいはい。いや、要するに先晴れでないやつで、ああ、なるほど、当たっちゃったの、はいはい、1回転目で、はい、だから先晴れを経験する間もなく、ああそう、先晴れにしろけやと思ったら、なんか知んなくて、いきなり紫のホールになってるし、だからドーンといきなり音をして、んでチャンスアップしてって結局金保留になってるし、あれこれ当たんのかと思ったら、当たったわけですよ。ただ結果鬼狩りには入らず、はい、鬼がかりには入らず、はい、鬼がかりか、でならずで終わりまして、はい、で1500発全部それ飲まして、はい、であと9500円全部飲まして、よくダメだねと、もうこの時点で2万投資と、でいいかと、あと1万ならずならずならず。で、次の、要するに3万円分で売ってて、3000円ぐらい売っとこうかな。トータル2万3000円分ぐらいに、キュキュン、あ、来た、来たわ。これや。だから、回転的には、だから、1回当ててるから、230ぐらい回したんか？そこまで回ってないか。ちょっとあんま記憶、ちゃんと記録してないんだけど、そこで、キュポーンと来たわけですよ。はい、で、外れと。うん、外れた。はい。スーンって感じで全部飲ましてやめましたっていうのが、3万円トータル全部先晴れ、1回だけポロイチ先晴れでないやつっていうのが、実践結果やったんですけど、はい、打ってみて、だからまだ分かんないんですけど、ただそれを打ってる間、思ったことっていうのは、確かに山田さんの言うように演出が少なくなるんですよ。そうです、そうです。で、厚めの演出もなくなるし、これはもう個人的ですよ。それはもう俺が打ってないから個人的なこと言いますけど、なんとなくパチンコ機の演出を冒涜してるような感じに思っちゃったんだよな。なんか、いや、要するに起こさない。で、起きたとしても当たる期待値あんましないみたいなものを。なんて言うんだろうな、キュトン待ちじゃん。で、しかも、頭の中でこう解釈しちゃうわけよ。その、はい、キュポーンは、130何分の1なわけでしょ。で、確率的には。はい。で、機械的には319なわけですよ。それを引き合いに出して頭の中で解釈しちゃうと、それキュポーンの中の3回に1回当たんないじゃんって、3回に1回もないか、にしても。要は、それぐらい期待値のないものだけを追い求めてる感じがするんだよね。なんか本来徐々にワクワクさせる演出であったり、そういうものを
はい、排除してまでやる演出なのかっていうか、やるものなのかと思っちゃったっていうのが正直な、今のところ正直な感想。例えばパチンコって、はい、まずコンテンツの演出の面白さっていうのがまずあると思うんですよ、はい、でやっぱり一世風靡したのはもうだいぶ前ですけど、エヴァンゲリオンの暴走モードってそういうものだと思うんですよ。だから機械とパチンコの特性とアニメの特性がリンクしてる、もうあの最たるものやと思うんですよ、うん、ね、あの、はい、暴走モードっていうのはで、やっぱり そういうものってブレイクするっていうか、はい、やっぱすげえなと思うわけですよ。で例えば入銀の刑事のあのキセル、はい、俺あれは力技やと思うんですよ、そこまでキセルの演出がね、漫画を読んでた人からしたらすげえかっこいいシーンだとか意味のあるシーンだと思ってるかもしんないけど、パチンコしか知らない人間からするとあのキセルってよくわかんないんですよ。でも、うん、あれが発生したらすげえ熱いよっていう風にうまく作ってありますよ、作り込んでるわけですよ。だからなんかその作り手の心意気みたいなのがすごく感じれる演出、ね、まずはそうやってコンテンツとパチンコ機の本来の楽しみをどう融合させるかっていうのがパチンコ機の本来の醍醐味やと思うんですよ。もう今となってはね、昔のフィーバー機の時とかドラムフィーバーとかああいう時はそんなのなかったんですけど、今のコンテンツ中心のパチンコ機ってそれが結局大事になってくると思うんですよ。そんな中でもいろんな演出があって、チャンスアップであるとか保留玉っていうのもそういうとこから生まれてきたんやけど、それって他にも変容できるものやったわけじゃないですか、はい、でそういうものって要するに長く活用されていくわけですよ。他の機械にも浸透していってるっていうか、はい、まあ焼くものとかもそうですよ、うん、その客をどう楽しませるかっていうためのものがコンテンツに加えて保留であったり焼くものであったり、最近ならちょっとそのキポーに近いのは、入った時に一瞬ピャーンって音がして、ちょっとこの保留熱いですせ告知みたいなのあんじゃん、はい、ちょっとこう、キポーに近いやつ、あれも浸透したと思うんですよ。無双とかにももともとありましたけどね、はい、北斗無双とかにも、はいはいはい、なんかね、それに比べるとなんか割り切ったこれだけの先バレのこの演出って俺そこまで先々ずっと浸透するような演出じゃねえんじゃねえのって思ったって、まあそれはそれでいいんですけど、ね、その機械、リゼロについてて、リゼロでそうやって楽しんでる山田さんのように他のユーザーさんもそうやって楽しんでるし、確かに見てるとみんな先払いで売ってるから、リゼロっていうのはそういうもんですよっていう機械として楽しみだけかもしれないけど、俺ちょっとうがった考え方しちゃって、まあ、かといってこの先いろいろ今先払いいろんな演出他の機械にも使い出してるけど、俺がさっき言ったような保留玉であったり焼くものであったりチャンスアップであったり、そういうもののぐらい浸透するもんじゃねえんじゃねえのってちょっと思ってるっていうのが俺の現時点の印象かな。別にね、否定するつもりで言ってるわけじゃないけど、素直な俺の感想っすよね、はい、うん、なんか若干ね、その演出がなんかワクワク感がなかったの。あ、うん、まあ、なんかそれ待ちっていう感覚になるのが、あ、そうなんだ、うん、まあパチスロでね、前回も言ったようにパチスロでね、ハイビスカスが冷えかるのをひたすら待ってんのと何が違うんだっていう話なんだけど、ただ、はい、パチンコっていうのはもともとそうじゃないところの楽しみ方でなんかできてるところがあるような気がするの でしかも自分でリール叩いてボタンを押してるわけじゃないからさ、はい、基本は待ちの姿勢でやってるもので、なんかあえていろんなものを規制してそこだけにするっていうのはどうなんかなとちょっと思った。でそれがその機械のコンセプトというか考え方であればそれはそれでいいと思うのよ。 うまく伝わってるかどうかわからないけど、うまい棒であったりとか高須クリニックであったりとか、なんかそういうものならばこっち打ち手の方もそういう風にして割り切って売ってるというか、そういうことがあるから、でもなんかね、本来元来普通にこう演出がある機会をそういう風にして、でまやかしの演出が始まってしまってる状態っていうのなんか間延びしちゃってるかなっていうか、だから保留玉緑ぐらいで浸透してるけど、でもこれ基本言わなかったもんねと思いながら打ってる自分っていうのに、なんかすんごいうまい言い方できひんけど、なんか罪悪感というか、なんというか、なんか何をやってんだ俺はっていう感覚に陥ったっていうかね、考えすぎかね、わからんけどね。うん、そんな感じ。ちょっといいですか、山田が話をして。言ってください。はい。なんかパチンコの演出って
全部あの井上さんがさっきおっしゃってたような、まあ、刑事の季節があったり、まあ、このポキュンがあったり北斗の何かがあったり、全部は全部時代のあだ名じゃないですか、はい、今流行ってる演出が、まあ、たまたま今は先バレのポキュンが流行ってるけど、多分みんなポキュンになっちゃったらみんな飽きて、また違う演出をメーカーさんが考えてくれるかもしれないんだけど、なんかまあその時々の流行りに乗る人と乗らない人がいて、私はそれにもうなんかまんまと思っちゃって、で、井上さんは、いや、これはなんか俺に合わないなーって思って、で、全然、いや、僕そういう方じゃないんでっていう塩子がいて、みたいな。やっぱほら、あの、パチンコも多様性の時代っていうの？まあ、そんな。はいはい、そんな風にまあ捉えて、井上さんには、あ、こういうのもあるんだなって、この一週間の間に理解してもらって、よかったなって、山田は思いました。でも、連チャンしたらすっげえ面白いから、一回当たってほしいなとは思う。そんな感じ。だって当たり方だけの問題でしょ？だって、さっき言われなかった。いや、当たって、で、あとのまた、え、もうまたすげえ楽しいから。ああいうポキュン待ちからの、あの大連ちゃんのあのスピーディーなのに、また夢中になるんですよ。多分、そこまでセットじゃないと、あのポキュンのことも許せないと思う。いや、あのね、だったら言わせてもらうよ。はい。これは俺言わんとこう思ったけど、言いますけど。え、何？怖いじゃん。俺がさっき言ったポキュンに近い演出の作られている機械って、実はポキュンってなったらもうその時点で賛美なんですよ、称賛される扱いなんですよ。要するに高須クリニックにしても、はい、そうやし、なあのにあのうまい棒にしてもそうやけど、はい、基本そうなったらあとはどれぐらい続くかなのもう戦いに挑めるわけですよ。でもこのリゼロの問題点は俺が言うように、はい、あのこれから 言うんですけど、はい、その後の2分の1をかいくぐらなきゃいけないじゃん、はい、はいはいはい、じゃそれは本来のパチンコ機と同じなんですよ、だから俺そこですよね。結局だと言っても万歳なしよが2分の1であるわけじゃん、はい、うん、だったらそこまで割り切った演出って必要かと思っちゃう。いや、例えばね、チャンスアップの俺優れてんなと思うのは、これはそんなに浸透してないかもしんないけど、途中で、チャンスアップで、あの、4点牌が7点牌に変わるときあるわけですよ。はいはいはい。そういう機会たまにありますよね。ありますよね。これ最高、うん、これ最高のチャンスアップだと思いません？はいはい、この時点でラッシュ確定なんですよ。だから、その見てるうちにどん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 グレードアップしていって、気づいたら3点牌になってたりとか7点牌になったりとかするところまでチャンスアップされてるような演出だから、なんかね、そういうものってすんごいこっちを高揚させていってくれるんやけど、キュポンって最初のなんて出落ちっていうかボーンと一発起こすけど、じゃあ途中でもう一回ね、これ当たる、きっと当たるよねのキュポンだったらもう一回キュポンって言えよ。その時点でラッシュ確定で、それぐらいの演出までやってほしかったですよ。だったら。そういう演出もありますよ。当たった時に。違うよ。その、リーチかかってる時に、もう一回キュポーンって言うの。ああ、それは言わないけどね。でもほら、カットリンのレインボーとかが入って、ね、ああっていうことはあるけど。うん、ああ、レインボーはもうラッシュ確定なのね。そう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 。うん、レインボー入れば、鬼がかってますねって言って、レインボーで言ったらもう確定です。ああ、もうそれはいいと思う。うん。うん、それ、うん。だ、要はそういう演出を増やすかってこと。ただ俺喋ってて思ったけど、ただキポン言ってもう一回演出中にキポンって言ったらラッシュ確定だとすると、今度はキポン、はい、キポン待ちになっちゃうから、まあまあ、結局一緒かなっていう気はしちゃったけど。ああ、そうかそうか。いや、だから演出って難しいなと思うよ、そういう意味じゃ。うん、で、今回に関しては言ってるように、はい、演出を、結構な、容量を排除してこれをやっちゃってるわけだから、それに担ったものを作ってよと思っちゃうっていう感じかな。だからキュポンで当たったやつは全部ラッシュ確定とか、うん、だからそこまで割り切るから、あとキュポンって言わないけど当たってもラッシュになる場合もあるよ。だからそこまで、だからもうキュポンはもうラッシュ確定の演出にしちゃう、うん、だったらキュポン待つかもしんねえなっていう気がするけど、だからもうかなり割り切った作りにしてるわけだから、それは高須クリニックの
高さの顔が変わるだけで当たりっていうのと同じぐらいの、それぐらいの価値あるよね。いや、それはまあ10本が確定音だったらってことですよね、もうね。いや、それで外れるのがあってもいい。ただこの10本で当たった場合はもうラッシュ確定だっていうものはついてるんだけど、外れもあるぐらいの極端な演出。そうか、結局まだ煮え切ってねって感じ。なんかどうかすると私よりも井上さんの方が基本に期待値が高い。いや、俺は一発告知に近いものっていうか、そういう脅かし系の告知に関しては俺はそれぐらいのこだわりは持つけど、だ俺否定はしないからさ、うん、ただ、うん、だったらそれぐらいの価値あっていいんじゃないのっていう気がするけどね。いや、だから今のは前山さんが言ったように、あの保留と一緒の扱いなんだよ、確かに。そうそうそう。だからたまにあの北斗とかさっきも言ったように、はい、保留の時に音変わるってやつ、はい、だからあれと同じだから、あれと同じなんだよ、はい、で、あれと同じなんだったらモードでするなってことよ。だって逆にさっきから言ってるように演出削っちゃってるわけだから、それのためにそこまでしなくて、別に普通に打ってて基本があればそれは熱いですよりしちゃえばいいじゃん。で、割り切るんだったら俺が言ってるぐらいそれぐらいの価値を持たそうよっていうこと。だからもっと俺、だからその基本のこだわりに関してはもっと偏らせた方がいいんじゃないのっていうふうに思うってこと。だから今のバンバだったら、従来あるようなものにほぼ変わらんじゃんと思っちゃうからさ、それをモードでなんで選ぶんだろうってことだよね。いや、ちょっとじゃあこの基本問題はまたね、ちょっとおいおい続けていきましょうよ。で、塩ポンも打ってみて、もしどっかであったら。わかりました。僕も多分途中で飽きちゃうかもしれないですけどね。やっぱりもうそれ身も蓋もないこと。うちは普通最低だね、それね。一番最低だったね。僕は結構その辺シビアですよ。まあ、やっぱりほら多様性だったね、ここでもね、はいはい、三様でしたね。はい、じゃあまた最後に、雪中泊のこぼれ話的なものをお願いします。はい、お願いします。はいはい、今回は車の、まあ時折喋ってるかもしれないですけど、車の整備の話なんですけど、基本的に1ヶ月に僕はこのボンフリー号で、まあ走るときは5000。今日もご覧いただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録、グッドボタンをお願いいたします。